に近づき、革カバンをそこに置き、指をなめて空にかざす。西風だよ。しかも匂いがさらに強くなった。君、ちょっと書き留めておいてくれたまえ。はい。とメモ用紙を広げ、ボールペンを手にする。誰なの？知りません。いいかね、西の風強し。いや待ってよ、強くはないな。用紙にしますか？うん、いい考えだが弱くもない。その点についてはしばらく考えてみよう。と腰を下ろす。女一、慌てて椅子を男二の腰のあたりに滑り込ませるので、男二、無事座ることができる。男二、気づいて。うや。お座りになるつもりじゃなかったんですか？いや、どうもそうだったらしいね。現に私は座っているんだから。どうだい？私は座っているかい？座ってますよ。ならそうなんだ。私は座ろうとして座ったんだよ。でも、もし私がこの椅子を持ってきて差し上げなかったら、あなたはここでひっくり返っていました。ひっくり返ったのかい、私は。いいえ。もし私が椅子を持ってきて差し上げなかったらって、そう言ったんですよ、私は。ともかく私はひっくり返らなかったんだからね。だとすればやっぱり私は座ろうとして座ったんだ。したがって問題はそこにはない。どこにあるんです、問題は。だからね。え？お前さん今なんて言った？どこにあるんです、問題はってお伺いしたんです。問題って何だい？ですからね、あなたは座ったんです、今そこに。座ったよ。ひっくり返らなかったんです。ひっくり返らなかったよ。当たり前じゃないか。座ったんだから。なぜこいつはこんな風に噛みつきそうな顔して話すんだい？知りません。ですからね、あなたは、問題はそこにはないと言って、あなたがそう言ったので、この人が、じゃあどこにあるんです、問題はって聞いたんです。もうやめましょう、その話は。分かったよ。問題はなぜ私は座ったのか、ということさ。そんなこと、わかるわけないじゃありませんか。座ったのはあなたなんですから。しかし何か理由がありそうなもんじゃないか。立っていたのにわざわざ座ったんだから。男一、事務机の方へ引き返しながら。考えるんです。考える？考えるために座ったんですよ、あなたは。何を？風についてです。西風が強いか弱いかですよ。私にメモしろって言っておいて、あなたはまだ西風強しって書くのか弱しって書くのか言っていないんです。考えるために座ったんだよ。ね、ちゃんと理由があったじゃないか。人間は常に理由があって何かするんだ。何かして、何のためにそうしたかわからないときは、そばにいるやつに聞いてみればいいんだよ。私がなぜこんなことをしたんだろうってね。そしたらそいつが教えてくれる。今のあいつみたいにさ。考えてるかい？考えてるかいってあなたじゃないんですか？考えるのは。もちろん私も考えるさ。しかしお前さんも考えた方がいい。考えるということはとてもいいことだよ。何しろ考えているとそのうちに何のことを考えていたのか忘れてしまうんだ。現にほら、もう私は忘れてしまっているよ。何について考えていたのか。西風です。あなたは西風について考えなければいけないんですよ。それが強いか弱いか。西風についてさ。それが強いか弱いかさ。もちろん本当のこと言えばそんなことはどうでもいい。だって西風というのは強くなければ弱いんだし、弱くなければ強いんだからね。それじゃこのメモはどうするんです？しかもこれが果たして西風かどうか、それすらもはっきりしないんだからね。もしかしたらこれは東風かもしれないし、南風かもしれないし、北風かもしれない。どうだい？
こうして考えてみると、だんだんいろんなことがはっきりしてくるだろう。ここにお茶はないの？ありません。どうしてないの？それは質問ですか？そうじゃないわ。ただ聞いてみただけ。だから答えなくていいのよ。メモはどうします？お茶で思い出したよ。お茶で何を思い出したんです？お茶だよ。お茶でお茶のことを思い出したんですか？そうさ、それほど思いがけないことじゃないよ。むしろお茶で海猫のことを思い出す方が思いがけない。なぜなら海猫というのは。お茶がどうしたんです？飲みたいんだ。ないんですよ。今この方にお話しましたように。そうだったね。つまりそれが問題なのさ。今お前さんはこいつにお茶はないのかって聞いたろ？聞きましたよ。するとこいつはありませんって答えた。そうだったね。そうです。それを私はこの耳で。と右耳を指さしてから考えて左耳に変え、いやこっちだったかな。待てよ、聞くのは鼻かい？耳です。耳なんだ。だから私も耳で聞いたんだよ、そのことをはっきりね。つまりここにお茶のないことなんか分かっていたんだ。にもかかわらずどうして私はまたお茶が飲みたいなんて言い出したんだろう。知りませんよ、そんなこと。分かるわけないじゃありませんか。それは私が言ったんじゃなくてあなたが言ったんですから。しかし理由があるはずなんだよ、そこには何か。嫌です。私。何がですか？私もこんな人と付き合いたくありません。だってそれじゃどうしろって言うんですか？どうしろとかこうしろとか言っているんじゃなくて、付き合いたくないって言ってるんです。私は何か誤解しているんじゃないのかね。私は別に結婚してくれって言ってるんじゃなくて。結婚だなんて、なんてことを言い出すんです、あなたは。私が今あなたとお付き合いしたくないと言ったのは、別にあなたが私と結婚したいと言ったからではなくて。言わなかったんだよ、私は結婚したいなんて。ですから結婚したいと言わなかったから。ちょっと待ってちょうだい。この人が私に結婚したいと言わなかったからなの？私がこの人とお付き合いしたくないと言ったのは。そうなんじゃないんですか？でもそれはどういうことなの？この人が私に結婚したいと言わなかったから、私がこの人とお付き合いしたくないというのは。だからね、私が前言を翻してお前さんと結婚したいって言えばいいんだ。そうすればお前さんも私と付き合いたくなくはないということになるのさ。なんですって？ですからね、あなたはこの人があなたと結婚したいって言わなかったから、この人と付き合いたくないって思ったんです。ところがこの人が前言を翻してあなたと結婚したいって言いましたからね、あなたもこの人とお付き合いしてもいいことになったんです。私そんな風になってないわよ。でもそれ以外に考えられないじゃありませんか。よろしい、メモしておいてくれたまえ。何をです？このことだよ。つまりこのご婦人は私と結婚したいんだ。待ってちょうだい。そして私もそれに格別反対ではないと。西風のことはどうします？なんだい西風って。あなたはそのことを考えてらしたんですよ。それを強いとするべきか弱いとするべきかについて。君ね、風は吹いて行ってしまうんだよ。事態は推移するんだよ。時間は流れるんだよ。時が流れる、お城が見えるってやつさ。問題はもうそこにはないんだ。あなた本当に私と結婚するつもりなんですか？もう別れたくなったのかい？何を言ってるんです。私たちはまだ結婚もしていないんですよ。だからまず結婚しようって言ってるんじゃないか。そのことも書くんですか？
全部だ。私たちは結婚する。間もなく子供が生まれるよ。どうせ手のつけられないやつだ。お前さんは私のせいだって言うし、私はお前さんのせいだって言う。そこで喧嘩になり、お前さんが別れようって言い出して、私もそれに反対しない。やむを得ないね。別れよう。おい、別れたよ。別れたんですか？残念ながらね。しかし子供はどうしよう。知りません、そんなこと。まあ子供のことは子供に任せよう。あいつだってもう自分で自分のことは決めなければならない年頃だよ。とゆっくり難儀そうに立ち上がって、じゃあ失礼する、とカバンを持つ。行くんですか？行くよ。どこへ？どこかへね。私はいつも止めどもなくどこかへ行くんだ。男にゆっくりと去る。続く。